時間がね、もうあとちょっとしかないんですけどね、もうちょっと説明させてください。田村まさかは、そっくりさんをやってる。これはね、15年ほど前にラジオ局の控室でね、モノマネ芸人さんと一緒にやっておしゃべりしてる。そしたらね、どうも私の声が似てるから一緒にやりませんかっていう提案を受けましてね、当時私はそんなことを考えてもみなかったね。髪型だって坊ちゃん狩りだしね、そうなんだと。ところが、ここの舞台でやってみたらね、意外と受けたんですよね。まあそういう意味で、そういうわけで、この田村まさかという名前で活動を始めたら、いろんなイベントに呼ばれるようになりました。世の中の反応は早かったですね。東京、大阪、九州、あちこち呼ばれていって、テレビにも出始めて、ね。まあ、これからだっていう時に3年前、ね、世の中がコロナになってしまいました。ね、私は網走に暮らしてますから、東京にいたらまた少し違ったのかもしれませんけどもね、網走にいましたからね、このホテルだけの、このホテルのロビーコンサートだけはできた。これがまあ、私では良かったと思ってます。矢沢永吉さんでさえコンサートができなかったんですよ、この3年間はね。私はここで、お客様は少なくなったけども、やることができました。ですから、その状況をやっぱり生かしてね、もう今の時代、その例えば子供たちが頑張って大学に行ってもね、学校なんか来なくてもいいよってね、リモートでいいよ、ね、東京あたりの会社に勤めてる人だってね、会社なんか来なくたっていいよって、会社も畳んじゃった、事務所畳んじゃった会社も多いですよね、リモートでいいよね。まあそんな時代になってしまいました。だから私も、カメラで撮って毎日 YouTube にコンテンツを載せております。だから YouTuber として活動しよう。だからまあここでお会いしたのも、まあ何の義理もないお客様ですけどもね、きっと何かの縁があったんでしょう。まあ網走に旅行に行ったらこんな景色があったっていうふうに思い出していただければいいかと思いますね。まあ私はそういうわけでね、YouTube を通してお客様とつながっていきたいな。まあ、田村まさかを覚えておきましたら、スマホでもいいですから、検索してみたらいいですよね。Google 先生よく知ってましてね、田村まさかずさんと一緒に出てきます。ね、田村まさかずさん、まあ、ありますけども、田村まさかの方入っていただきますと、私の YouTube に、入っていきますよ。そんな段取りでございます。ね、さて、実はまあまあそっくりさんで覚えられるんですけども、音楽家です。ここにアルバムがいっぱいありますようにね。オリジナル曲がたくさんありましてね、オリジナル曲を、そうですね、2曲ほど、付き合っていただきたいなと思います。それではですね、ベーシックシーン5番、おぼろ。これはもうオカリナにぴったりのような穏やかな曲だと思います。
曲なんですよね。まあ、穏やかな曲が多いんですけども、オカリナピアノ、ね、まあ、ピアノも何十年とやってるんだけども、本当にオカリナを吹き出してからね、お客様の反応がすごいんだよね。吹き始めた頃、15年ぐらい前、友達が珍しがってね、老人ホームに慰問に行ってやってくれないかって言ったら、いいよって言ってね、文部省唱歌とか、そんな簡単なの吹いてあげればいいやと思ってね、軽い気持ちで行きました。その時に私はね、多くを学びましたね。ふるさと、最初は吹いたんですけど、ふるさと吹いた時に、まあ本当に簡単な曲です。そしてオカリナだって安い楽器です。楽器というかおもちゃなんですよね。それでふるさと吹いてる時にね、ピアノじゃありえなかった反応があったんですよね。涙を浮かべて聴いてくれてるお客様がいるわけ。これは何なんだろうなと思ってね、ピアノを何十年も練習して、こんなに動くんだよ、どうだこの野郎っていう、そんなピアノの世界っていうのはそんな感じさえ、しますよね。だから、そんな音楽のやり方でいいんだろうかっていう疑問さえ感じるんですけどもね。まあ、そういうわけでオカリナにして、そしたら何の宣伝もしてないのにオカリナを教えてほしいという人が集まってきて、何の宣伝もしてないのにもう、教室があちこちにできてね、今本当70人ぐらいその生徒さんとか檀家さんがいるわけですよね。まあ、それもこんなおもちゃみたいなおもちゃなんですけどね。まあ、だからやってる方も多かろうと思うんですけども、まあ、これからやろうっていう人、音色を聞いて、あ、いいなと思ってくれた方多いと思うんですけど、楽器屋さん覗いてみてください。7000円ぐらいで、ね、安い。私が使ってるのはさ1万円です、ね。安い楽器ですからね。高いのが欲しいって言ったってせいぜい3万円ぐらいです。まあ、結構、ただね、さっきおもちゃだおもちゃだっていうのは、なんでおもちゃだって言うか、安いからっていうんじゃないんですよね。音痴なんですよね。めちゃくちゃ音痴。もう高くてもいいから、音程ぐらいちゃんと合わせて出荷してほしいんだけどね。まあ、そういうわけで、私の楽器、これはもう私の生徒さんにね、使ってもらうように用意したんだけども、1個1万円で、これは私1つずつチューニングしてます。440Hz でチューニングしてます。もしやってみたいっていう人がいたら、これがお宝になると思いますけどもね。まあさて、今日は何かのご縁をいただいてありがとうございました。田村まさか一応覚えておいてください。まあ時々でいいですからね、YouTube 見て、コメントになるんでね、こんな曲があるよ。こんなの、そんなことを教えてほしいですね。まあ私割と耳がいいから、ちょっと YouTube 見て、すぐその伴奏を作ってね、オカリナで、吹いたりして、私のレパートリーが広がりますから。それからオカリナをやってる人なんかはね、こういう曲の、まあ深掘りを見せてほしい、ね、指の使い方とかいろいろありますからね、そんなことも YouTube でお答えできたらなと思ってます。遠くから来てくれたお客様もね、全くこれで、いとこでもつながることができる。さて、もう最後の曲になります、夏の終わりのセレナーでお送りいたします。
ました。ありがとうございます。まあ、ここの会場はね、本当、たまたま何かのご縁があって、まあ、お会いできたと思います。何の義理もないお客様、まあ、でも中にはね、2回目、3回目という方が、つわものがいらっしゃるんだけどね、まあ、あとは YouTube でご覧いただければ、また嬉しいございます。田村でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。